どうも、モテ期が来そうで全く来ない波風です。はい、ということでね、本日この動画は、私が毎日使っているのは iPhone なんですけれども、普段しっかりとした撮影の時に使っているこの α7-3、 そしてレンズはタムロンの2875、このねカメラを使っておりまして、撮影機材の紹介って今まで全くしたことなかったので、本気で使っている方のカメラの今日は紹介といいますか、作例を写真とともに出していきたいと思います。とはいえ、なぜこれを撮ろうかと思ったと言いますと、最近このね α7-3 が故障してしまいまして、その故障が何かと言いますと、前回ねジャーナルスタンダードファニチャーさんに行ったショッピング動画を撮った時に、このねカメラを持って行って撮影をしていたんですけども、途中でブラックアウトをしてしまって、撮影できなくなっちゃって壊れたかなと思ったんですよね。でその後家帰って検証してみたら、また動いて使えるようになっていたんですけれども、なんかいろいろ調べてみると、サンセット TV さんだったりとか、いろんな方が結構 α7-3 でブラックアウトして使えなくなるっていう問題があったみたいで、多分なんですが、発熱して熱の影響で一時的に使えなくなったんだとは思うんですけども、データの方は無事だったので大丈夫だったんですが、それ以外にもう一個ね、ちょっと故障したところが最近見つかって、見ていた方で気づいた方いたかもしれないんですけども、音声が片耳からしか聞こえないっていうコメントいくつか、何かの動画でいただいてたんですよね。で、その時、僕なんか編集のアプリのせいかなって思っていたんですけども、よくよく調べてみたら、この α7-3 のマイク端子ですね。ここの小さなマイク端子が故障をしていて、外部マイクを接続すると、片方の音しか録音できなくなってしまうという故障をしておりました。で、マップカメラでこれを購入したので、マップカメラで修理を出したんですけども、なんとね、2万7000ほどね、ちょっと修理かかってしまいました。で、その、結構この何人か似たような症例の方がいたので、多分マイク端子意外に繊細なので、僕も小型のマイクをつけたままカバンに入れたりとかしてしまっていて、そういうのがこのマイク端子を圧迫して故障の原因になってしまうようなので、これからちょっと使うときは本当繊細にここはねやってあげないといけないのかなと思って、気をつけないとなというところでした。で、ね、こう帰ってきたカメラをちょっといろいろ見ていて、レンズも今このタムロンの2875の F2.8 透視のズームレンズを使っているんですけども、これはもう本当にいろんな方がレビューをしていて、今更これをレビューするっていう感じの動画ではないんですけども、で帰ってきてねデータを見ていたら、北欧旅行に去年行った時の写真が結構ね、なんかいい写真多かったなと思って、なのでもうその焦点距離で結構迷ってる方、レンズを買う時に何ミリがいいのかな、単焦点がいいのかズームがいいのか迷ってる方多いと思うんですよね。で、僕自身も今この2875を使っていて、最近もう動画を撮る時にやっぱどうしてもちょっと重さが重いので、単焦点レンズ欲しいなと思って、それで自分のねこう撮った写真のどういう焦点距離が多いのかなっていうのを結構見ていたら、意外と28ミリか75ミリがどっちかが多かったんですよね。で、あとは50ミリぐらいが多くて、なので、28ミリでの見え方、75ミリでの見え方、あとは50ミリぐらいでの見え方の違いっていうのを今回のこの動画で紹介していけたらと思いますので、タムロンのズームレンズの購入を考えている方だったり、あとは単焦点のレンズでどういう焦点距離がいいか迷っている方がおりましたら、ぜひこのね、動画参考になれば幸いでございます。ということでね、喋っていても、こう、拉致が開きませんので、で、もう α7-3 のいいところだったりとか、このタムロンのズームレンズのいいところっていうのはまた、機会があったらちょっとそこでお話したいと思うんですけども、今日はもう早速ね、もう写真の作例を見ていただきまして、で、こんな写真が撮れるんだなっていうのをね、これで紹介していきたいと思います。いや、でもね、レンズ欲しいんですよね、ほんと。今欲しいのはね、バティスの 40mm の F2 のレンズか、タムロンの1728かな、なんかその広角のズームレンズ F2 のが欲しくてね、動画を撮るのに、こいつで頑張って撮ってもいいんですけどね、ちょっといろいろとその作例を見ながら焦点距離の方見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。カチャッ。
their place with sun all year round. And pina coladas with pretty faces and sand on the ground. I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we need is difference. It's hard at this speed to see anything. Just tell me what you need and I'll listen. I'll listen. When we get there, はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はね、このね、タムロンのズームレンズ 2875F2.8 の、まあ、写真のね、ちょっと症例の紹介でした。で、このズームレンズを使って動画撮影の方は、僕の北欧旅行の Vlog だったりとか、ついこの間あげた、波風とゆるキャンっていうキャンプの動画とかは全部ほぼね、この2875タムロンのズームレンズで動画を撮影しております。やはりね、手持ちで持った時の手ブレが個人的にはやっぱり気になっていて、毎日日常 Vlog 使っているのは iPhone なんですよね。で、iPhone を XS から最近 11 Pro Max にしたんですけども、そちらはやっぱり手ブレの補正がかなり効いていて、手ブレ補正を見比べるとやっぱり iPhone とこの α7 3D の手ブレ補正は、どうしてもね、iPhone の方が勝ってしまうので、まあ、なのでね、ちょっとこう動画の、もうちょっとレンズが軽いやつの方が手ブレしないかなと思うんですけども、まあ、その辺はちょっとこれから考えていきたいと思います。ということで、今日は珍しく、カメラの作品動画でした。ということで、またこういったね、カメラ動画の方も興味ある方いたらちょっと作っていきたいと思いますので、まあ個人的にちょっとカメラの知識がそこまで強くないので、まあ α7-3 とタムのレンズ使ってはいるんですけども、いろいろもっとこれからね、僕自身も勉強していきたいと思いますので、レンズ詳しい方だったり、いろいろね、教えていただけたらと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。それでは、アリーベデルチ。さよなら。